ここは今なんだかいろいろかじりたい気分なんだよね。じゃん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 ポポちゃん、なんか泥棒していいよ。お店にはいろんなものがありますよ。やってポポ。意外とやらないんだよねとか言いながらやったりして。泥棒よし。え、泥棒ですか。お店がね、明日まで。ポポちゃん、ほらいっぱいおもちゃあるよ。ほら、ポポ、おもちゃいっぱい。え、どれ泥棒する新しいおもちゃだよ。店のもの勝手に持ってかないってしつけてあるつもりなんだよ。タグがついてるからダメだ。分かってる。信じてるよ。そうだね。お利口さんだね、ポポちゃん。ママ的にはね、じゃあ木のおもちゃを買ってあげようかな。キーブームだからね。キーブームだからね。ガジガジブームだからね。買ってあげるねとか言いながら日本なんでしょ。これ結構いいんだよね。このバックボーン。ああ。めちゃくちゃいいです。いい匂いがね。そうそうそう。ベーコンがね。見てみてこの顔輝いてます。できてこれ入って渡すわけにいかないので、これ実はねニョニョが買ったやつ。えポポちゃんこれ欲しいの。ちゃんとお座りして待ってます。目がキラーんです。はいはい、どうぞ。やった、新しいおもちゃだ。新しくないと思う。これいいの、これ好き。でもこれわざわざで新しいの買ってもしょうがないから。じゃあポポちゃん次、車ですか。これこれが気に入りました。これもいい木なんですよ。梨の木です。これも泥棒する。はい、じゃああげたいとこだけど、すいません、これも実は同じもの、ののが噛んだものです。はい、ポポちゃんカレーもあげる。やったー、あ嬉しいね。全然泥棒でもなければ買ってあげてもないよね。商品の説明になっちゃってるよねっていうのはちょっとかわいそうだから、ポポちゃんなんか好きなの1個買ってあげるよ。どれがいい。これでもこれがいいんだよね、本当はね。ポポ ねこれはじゃあお部屋に持って帰ろうか。ね、お部屋で遊ぶ。はい、好きなの1個持ってっていいんだよポポ。よし、泥棒よし。じゃあ1個誰か買ってあげるよ、ママさん。ポポちゃん何買おうか。嬉しいね。ポポ何がいいのかな。これなんかいいんじゃないの、ポポちゃん。ピコピコピっていうよ。持ってかないね、偉いね。でも気になるよ、ポポ。なんか人目があるから取らないっていうことあるのかな。いやでもニョニョは泥棒していいよって言ったら真っ先にこれ持ってるよ。あ、もうポポちゃんも一回加えて、もう勝手に持ってったけど、ね、そう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 。意外とやらないんだよ、ポポ。泥棒していいって言ったのにな、ママ。泥棒っていうのは世の中でいけないことなんだよ、ポポは知ってる。だって教えてもらったもん。誰が教えたの。内緒。ポポには お師匠様がいるんだ。そっか、じゃあママ呼んだよか、ニョニョママ。ニョニョママ呼んでみようかな、ニョニョママ。ニョニョママ持った。ニョニョママも好きなもの泥棒していいよ。ニョニョ泥棒だったら何持ってくのかな。ニョニョの好きなもの持ってっていいぴょん。あ、何持ってくのかな、ニョニョは。いいよ、よし。ニョニョよし、いいよ。なんか好きなもの持っといで。一個おもちゃ買ってあげるから、ママが。ニョニョは、ニョニョは、ニョニョ買ってもらおうかな。ニョ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 。意外と泥棒しない。前回泥棒したのこれだから。タグ取ってあるんだけど。なんかさ、泥
泥棒していってたらプロレスごっこ始まっちゃったよ後ろで。店内プロレスごっこ配信。違う。間違ってるって。間違ってる。プロレスごっこはダメ、店内は狭いから。分かった？ね。お利口さんしててください。結果、泥棒はしないってことかな。そういうことですね。お利口さんたちだ。お利口さんだね。店内はプロレスのとこじゃございません。はい。はい。じゃんじゃんだねこれもうね。じゃあお部屋に戻って遊ぶか。お部屋に戻って遊ぶほら、はいね、終了。ここで遊ぶんじゃないよ。あまりにも暇だからこんな遊びをしてみました。じゃんじゃん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価コメントもよろしくお願いします。